はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンです。本日やってきておりますのは小田急小田原線と JR 南武線の接続駅上戸です。でこの上戸は富士コース富士尾ミュージアムがすぐ近くにあるということで、このように JR と小田急の連絡通路にはドラえもんのこのような像が設置をされております。他にも多分探せばパーマンとかあるんじゃないかと思いますけどね。で今回の動画なんですが、今回はですね、なんとタイトルにもあります通り、目的地からあまりにも遠すぎる最寄り駅がこの上戸の近くにあるということで、今回はそんな駅を皆さんにご紹介したいと思います。日本全国なんとか前駅っていう駅はね、様々ありますよ。まあ一番有名なのは市役所前とか県庁前とかだと思うんですけども、この首都圏であれば有名なのは京王の明大前とかね、あとはそれから小田急線の成城学園前とか、東京メトロの国会議事堂前なんかもその一つです。大体ね、みんなそういった名前がついている駅というのは、例えば明大前であれば明治大学はすぐ近くにありますし、国会議事堂前であればもう国会議事堂まですぐ近くのところに駅が設置をされております。でしかしですね、実はこの上戸駅の近くになんとか前という名前がついているにもかかわらず、その施設まで非常に距離があるという、もう本当にお前最寄り駅名乗ってんじゃねえよみたいな、そういうツッコミをしたくなるような駅があるということなので、今回はそんな駅を皆さんにご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。で今回向かいます目的地からあまりにも遠すぎる最寄り駅というのはこっちに止まっております。快速急行は止まりません。快速急行、通勤急行、それから、急行に関しては通過となりますので、こちらの各駅停車本厚木駅に乗っていきたいと思います。さあということで、上戸を出発してから約6分、小田急の各駅停車に揺られましてやってきました。こちらの駅が今回ご紹介します読売ランド前駅です。8両編成の各駅停車が出発、ホームは10両編成まで対応しておりますので2両分余らせて停車をしております。新百合ヶ丘側はちょっとホームがカーブしているのが特徴ですね。こんな感じ。当駅に停車するのは各駅停車と準急、それから通勤準急、この3つです。駅の構造は簡素な2面2線の構造となっていて、向こう側に簡単な改札口が設けられているほかは、向こう側に跨線橋があって、こちら側にも改札口があります。1番線側と2番線側それぞれに直結の改札口というのが設けられているんですね。ちょうど特急ロマンスカー、これは箱根かな、そうですね、ロマンスカー箱根号が通過。もちろんですが、この読売ランド前駅のすぐ近くにある施設というのが、まあ、読売ランドです。東京の稲城市とかその辺になるのかな、多摩丘陵にあります遊園地で、まあ、しょっちゅうなんかテレビでも CM とか見るんじゃないかなと思いますが、京王相模原線と小田急小田原線のちょうど真ん中あたりに位置しているのがこの読売ランドです。京王相模原線の最寄り駅が京王読売ランド、小田急の最寄り駅がこの読売ランド前です。ちょうどまたこれは唐木田駅ですね。急行電車が通過、こんな感じで容赦なく急行電車が通過をしていきます。それから快速急行もね、こんな感じですよ。通過列車よりも停車列車の方が本数が少ないので、停車列車がない時間帯には今度の各駅停車は何時何分発のどこ行きですみたいな、こういう表示が出ることになっています。他のなんとか前駅、例えば明大前とか成城学園前とかね、そういうところはみんなだいたい駅から徒歩 2,3 分ぐらいのところにあるのが普通なんですよ。玉川学園前とか東海大学前はちょっと遠いですけど、まあでもそんな歩いて何十分もかかるようなところではありません。しかしこの小田急読売ランド前に関してはここですからね、まあ、確かに直線距離では1キロないぐらいですけど、しかし実際に歩くと相当な距離があるはずです。実際に読売ランドまでここから歩いてみたいと思います。もうね、さすがにね、あまりにも遠すぎるんで、こんな感じで読売ランド行きのバスも出てるぐらいなんですよ。こんな感じでね、なんとか前と言っておきながらそこからバスが出ているっていうのはなかなか珍しいケースなんじゃないでしょうか。ここが小田急の読売ランド前駅です。改札機も6台7台ぐらい設置をされております。でまあここにね、まあちょうど今クリスマスの時期が近づいてますんで、読売ランドのこのイルミネーションの
縦缶なんかも置いてありますけど、結構すごいな、こんな派手にやるんだ。僕読売ランドって実は一回も行ったことないんですけど、こういう感じなんですね。しかもなんかまあまあ長いことやってみたい。4月までやってんのすごいね。半年ぐらいやってんじゃん。 こんなに大々的なイルミネーションやってるとは知らなかったんですけど、まあ僕は全然こういうイルミネーションとかとは無縁な人間なんでね、多分行かないと思いますが、この読売ランド前駅からこうバスで出発しまして、そしてこの西生田中学校入り口とか大久保とかいうところを過ぎて、ここが読売ランドになります。だからあれか、あの僕ね、読売ランド前からこういう風にあの日本女子大とか菅高校とかこっちの方を経由して読売ランドに行くと思ってたんですけど、違うんですね。なるほどな、西からアプローチするのか。ちなみにこの読売ランドからさらに北へ進みますと、今度はこっちは京王読売ランド駅、こっちは京王相模原線の駅になります。どっちかっていうとね、この京王読売ランド駅の方が読売ランドの最寄り駅としての機能は発揮されているような気がします。イベントが開催されるときには、この京王相模原線の準特急、準特急はもうないわ、特急がこの駅に臨時停車をするということもあるそうです。でも小田急の方はね、別に読売ランドでイベントがあるからといってこの駅に快速急行が止まるとかそういうことはないですからね。やはり読売ランドに対する小田急と京王の姿勢の違いというのがこの辺りで浮き彫りになっていると思います。じゃあね、ここでうだうだ言っててもあれなんで、この読売ランド前駅から実際に読売ランドまでどれぐらいの時間がかかるのか歩いて測ってみたいと思います。 Google マップで今調べたらね、28分で出てたんですけど、まあ、僕はね、人よりも歩くスピードが速いので、もうちょっと所要時間は短くなると思います。まあ、25分かかるかかからないか、それぐらいなんじゃないかな。20分切ったら相当速いと思います。では早速この小田急の読売ランド前駅から、これ、まあ、携帯のストップウォッチなんですけど、これで実際に読売ランドの正門までどれぐらいかかるか計測していきたいと思います。じゃあスタート、よし行きましょうか。ここは小田急線の線路のすぐ脇のところを走っていきます。まあ、運が良ければね、あの電車が自分の横をかすめて走っていくところとか見られると思うんですけど、ただそうするとこの後渡る予定の踏切で足止めを食らいますんで、まあ嬉しい反面ちょっとそこでタイムロスを食らってしまうんでね、まあマイナスなのかなとも思わなくはありません。この辺りは多摩丘陵と呼ばれる丘陵地帯、1960年代からしばらく、特に高度経済成長期にかけて団地群などが多く形成されたところ、多摩センターとか長山とかあの辺なんかまさにそうですけどね。いや、そんな感じで新しく住宅団地等が多く造成された地域になります。あ、なっちゃったよ。なんか噂をすれば影じゃないですけど、まさかここで踏切に引っかかるとは思いませんでした。じゃあちょっとこの踏切で足止めを食らってる間だけはちょっとストップウォッチ停止したいと思います。先ほどの踏切を渡り、線路沿いの道を100メートルはいかないぐらい、まあ7、80メートルほど進みまして、そしてここから先は一気に北へ向かう道路へと入っていきます。ここから先はしばらく道なり、綺麗ですね。黄色く葉っぱが色づいていて綺麗です。いいね、秋の訪れというか、もう完全にあの時期的には晩秋なんですけど。ちなみにこの読売ランド前駅は1927年4月1日小田急線の新宿小田原間の開業と同時に開業した、まあ、要するに小田急で最も歴史の長い駅の一つです。まあ、しかし当時からずっと読売ランドという名前で95年間営業していたわけではもちろんありません。開業当時は西生田という名前で営業をされておりました。この西生田という駅名の由来はですね、現在の生田駅、これが読売ランド前の一つ新宿寄りの駅になるんですが、そこが東生田を名乗っていたので、じゃあそっちが東ならこっちは西だということで西生田という名前が付けられました。ここに西生田小学校というのがあるんですけど、これね、これが西生田小学校なんですが、この西生田小学校などは現在でもその当時の地名の名残を残している、そういう数少ない施設の一つだろうと思います。そして1964年3月読売ランドの開園に伴いまして、駅名を西生田から現在の読売ランド前に改称しまして、そして、しばらくの間は読売ランドの最寄り駅として機能を果たしていました。一時期はね、あの今もうなくなっちゃったんですけど、快速準急っていうあのよくわかんない種別がね運転されていたことがあったんですが、その快速準急の臨時停車駅としても選ばれていたそうです。まだ当時は京王相模原線が開業する前だったので、鉄道で行く場合にはこの読売ランド前駅が唯一の最寄り駅として活躍をしておりました。
そのため小田急もやっぱり読売ランドに遊びに行くお客さんが多いから、週末だけでもそういう早い列車を止めてあげようということで、そのような措置が取られていたわけです。ちなみに読売ランド前駅の読売と現在の読売ランドは実は書き方が違います。遊園地の方のね、今回僕が今向かっている方は、あっちはひらがなで読売でカタカナランドなんですが、しかし小田急の方はと言いますと、駅はね、あっちは漢字で読売です。読売ジャイアンツとかの読売新聞とかありますけども、あの漢字で読売でカタカナランド漢字前という風に表記をされているんですね。もともとは遊園地の方も漢字で読売と書いていたんですが、しかし開園から4年後、1968年に園の方は読売ランドがひらがなへ書き換えられました。しかし駅の方は、小田急の方はと言いますと、結局名称変更することはなく、そのまま使われているんだそうです。ちなみにこの小田急ともう一つ読売ランドへのアクセスを担っております京王相模原線に関しては、京王の方にもね、京王読売ランドという駅がありますよという話をしましたけれども、そちらに関しては1971年に現在と同じ京王読売ランドという名前で開業しています。1971年当初は京王相模原線の終点駅として機能していました。しかしその後ですね、多摩、センターとか、それから橋本方面への延伸に伴いまして、中間駅となったんですが、そちらの京王の方に関してはもう1971年の時点で読売ランド、円の方の読売ランドがもうすでにひらがな表記に変わっておりましたので、それに倣って京王の方は開業当時から、京王はさすがに漢字ですけれども、読売ランドはひらがな、カタカナ表記ということになっておりました。だから同じ読売ランドの最寄り駅ではあるんですけれども、しかし小田急と京王で書き方が異なるという、なかなか面白い状態になってるんですね。これがどういう風にね、例えればいいのかわかんないんですけど、あれかな、三宮かな、あれ、JR の三宮と阪神、阪急、地下鉄の三宮で実は表記違うんですよ。JR の方はのが入るんですけど、しかし、私鉄とそれから地下鉄に関しては、そののがないので、それと似たようなもんだと思っていただければ、特に関西方面お住まいの方であれば、わかりやすいんじゃないかなと思います。そして見えました。こちらが、読売ランドの観覧車ですね。多分今も動いてると思いますけども、南武線とか乗ってるとね、これ見えますよね。あとは小田急の泉多摩川と上りとの間、多摩川を渡っている鉄橋の上からでもこれを見ることができます。で、こっちじゃなくてですね、今度はここから階段を登っていきます。やっぱ丘陵地帯なんで、こういう階段でのは様々なところにあります。これを登った方がなんか近いらしいんですね。さあ、丘陵地帯の上の方まで上がってきました。まだこっから先もちょっとね、上の面っていうのがあるんですけども、でもこの辺りが、この多摩丘陵のこの辺りの一番上の面ということになります。そして、おお、なんかすごいのがあるぞ。なんか富士急とか長スパにありそうな、あるか分かりませんけど、こういうジェットコースター等もあります。観覧車どこ行った？観覧車かも分かんないんですけど、どっかその辺にあるでしょう。今日全然人がいないけど、もしかして月曜日って、月曜じゃないわ、今日水曜日だわ。曜日感が狂ってるんですけど、もしかして今日休園日なのかな。全然なんか人がいないんですよ。やってないのかな、もしかして。普通にやってんじゃん。なんだ、平日だからガラス着て全然お客さんの入りが悪かっただけですね。うわぁ、僕ジェットコースターとか絶対乗りたくない人間なんですけど、何が楽しいんですか、あれって。怖い以外の何物でもないと思うんですけど。どうしよう、横断歩道とかないからな。ここ渡っちゃっていいのかな、ちょっとわかんないんですけど。いいよね、だってここ以外入る場所ないもんね。左右を確認して着きました。ここが読売ランドが僕初めて来たんですけど、ストップウォッチ止めなくちゃ。出てこないぞ。入り口ってどこなんですかね、もうちょっと向こうなんかな。とりあえずもうこの辺で止めちゃっていいでしょう。時間は、22分40、40秒ぐらいですね。Google マップでは28分ほどと書いておりましたんで、それと比べるとちょっと短いですね。6分ぐらい Google マップよりも早く、ここまでやってくることができました。ここが入り口か。僕は全く、読売ランドとか興味ないし、わかんないんですけど。なんかあれですね、子供の国とかに雰囲気似てませんか、気のせいかな。子供の国、この間ね、子供の国戦の動画作った時に中入りましたけど、それとなんかちょっと近いような雰囲気があるような気がします。この音楽はなんだ、
やっぱこの ロープウェイがなんかあれっすよね。いかにも遊園地って感じ。雰囲気はあれだな、あの谷川岳のロープウェイにちょっと似てるような気がします。それからこっちがさっき見えていたあのでっかい観覧車ですね。といってもあの葛西臨海公園とかね、あの横浜のコスモワールドとかにあるやつと比べれば全然ちっちゃいですけど、いや本当はねもうちょっと時間があったらこの読売ランドの中に入って、あこんなものもあるんですねみたいなことやりたかったんですけど、それは多分ねあの交通チャンネルでやることじゃないと思うんで、今回はとりあえずこの正門を目の前に撤退したいと思います。帰りはバスで、さすがにちょっとあの距離もう一回歩けっていうのはね酷なんでね、個人的にはこの小田急読売ランド前駅行きのバスに乗って戻ります。ちなみに他にもですね、こっちには新百合ヶ丘に向かうバスも発着しておりまして、まあ、新百合ヶ丘の方がねロマンスカーとかそれから快速急行も止まりますんで、新百合にバスで出ちゃった方が楽だという人も少なくはないんじゃないかなと思います。読売ランドからバスに乗って5分ぐらいで着きまして、ほんとすぐ着いた読売ランド前駅に戻ってきましたけれども、いやあのねバスがねこの駅の目の前まで着いてくれればいいんですけど、ただねこの辺りちょっと道がごちゃごちゃしているので、駅の目の前までバスをつけることができず、少し離れたところといってもまあ徒歩で1分ぐらいのところですけれどもね、あのそこについていたのがちょっと個人的には印象的でした。あの道のねど真ん中、もう普通に県道なんですよ、県道のど真ん中のところでお客さんを降ろしてっていうのをやっていたのが印象的でしたね。ということで今回は目的地からあまりにも離れすぎている最寄り駅、小田急線読売ランド前駅を皆さんにご紹介しました。まあ読売ランド行くんだったらね絶対敬語を使った方が便利だと思うんですけど、まあ、皆さんも興味があったらぜひこの読売ランド前駅使ってみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はここまで、ご視聴くださいましてありがとうございました。